レタスと一緒に植えたのに虫食いでボロボロになってしまいました。この理由について考えてさらに実験を行っていこうと思います。ランランどうも、カービィです。今回のテーマはコンパニオンプランツなんですけれど、私はですね、過去動画でも結構たびたび言ってる通り、コンパニオンプランツはちょっと否定派です。否定派というか、やるだけの効果価値があまり感じられないのでやめたという派です。はい。で、今回冒頭にもお見せしたと思うんですけど、紹介するのはキク科とアブラナ科の組み合わせですね。これ結構有名なやつが、そのレタスとキャベツを一緒に植えるとお互いの虫除けになるよって話なんですけれど、これがね、私自身はね、うまくいかないんじゃないかって思う理由が3つあって、まず一番最初、そもそも本当に虫除けの効果があるのかなっていうところが怪しいので、それを今回実験してみようと思ってやってるんですけれど、それをやる中で気づいたのがもう2つあって、1つはまずね、他の虫がつくんですよ。例えばアブラナ科、今回最初に見せたのはホカブとレタスを一緒に種まきして観察したところなんですけど、あれはですね、大根サルハムシで完全に食われてます。で、他のアブラナ科、このまだ気温が高い8月から9月にかけては、このね、大根サルハムシがとにかくアブラナ科を食べるんですよ。うん。だから大根サルハムシにはそもそも効果ないんじゃないかっていうところで、他にもカブラハバチっていう黒い芋虫も、アブラナ科よく食べます。はい。に対してレタスにつく害虫というのが、なんかタバコ科がつくっていうふうにさっきネットで見たら出てきたんですけど、私レタス栽培してる、過去レタス系ですね、リーフレタスにしても、玉になるレタスでも栽培して、イモムシ系の幼虫がついてたので、ね、ほとんど見たことないんですよ。何がつくかっていうと、ナメクジです。はい。で、ナメクジに対しての忌避効果もアブラナ科の野菜にあるかって言ったら、これもね、とりあえずネット上のそういう情報ないので、だからね、確かに、レタス、キャベツ、それぞれモンシロチョウとヨトウガ、アオムシとヨトウムシですね。で、この2つは、レタスを嫌うと言われているので、もしかしたら忌避効果あるのかもしれないんだけど、それ以外のやつもつくと。で、タバコがに対してアブラナ科が効果あるのかもしれないんだけど、それ以外の虫がつく、もしくはレタスに関してはほとんど虫がつかないのでというところがあって、実験してみてみようと思った次第です。はい。で、でもう一つね、実験する上でちょっとね、今やりかけてて、これしまったなと思ったのが、要は成虫の蝶々になった状態のモンシロチョウとかガが飛んできて、レタスの匂いとか嫌で避けるっていう説なんですよね。ってなってくると、すでにこの、例えばここにブロッコリーあるんですけど、このブロッコリーに卵が産みつけられてしまった状態でレタスと一緒に植えたところでもう意味がないんですよね。はい。だからね、これはね、コンパニオンプランツやってみようと思う際はここを気をつけたらいいんじゃないかというところですね。うん。なので、コンパニオンプランツ、キャベツとレタスの組み合わせで虫除けの効果があると思ってやるんだったら気をつけなきゃいけない点が、まず1点目、他の虫がつかないようにする、つまり、防虫ネットかけると。もう防虫ネットかければそれだけでいいじゃんっていう話になっちゃうんですけどね。うん。で、もう1個は苗に卵がついていないかをしっかり見てから植え付けると。レタスとしてね。で、これでやって効果があれば、いいんじゃないかなと思うんですけど、はい。いろいろ話しましたけれど、とりあえずね、引き続きこの、今、ブロッコリーとレタスを一緒に植え替えてるんですよ。で、比較実験もするんで、これを観察していこうと思います。で、すでに植えたやつに関しては、もう虫の卵がついてないかと、ついてる青虫があったら取っておくと。そういうことをやって、経過観察としてみようと思います。はい。いつも思うんですけれど、こういう、コンパニオンプランツ効果があるよっていう方々は、ぜひ、比較をして、その結果も見せていただきたいなといつも思ってるんですよね。はい。机上の空論にならないように、実際の実証データも見せてほしいなといつも思いながら、ネットの記事読んだり、YouTube 見たりしているところです。じゃあ、この後は、畑の、その実際の野菜たちの様子を紹介しつつ解説していきます。10月の6日ですね。最初に移したのが9月10日に植えた、金町小株です。虫にめちゃ食われたやつね。で、もう一個は赤チリメンチシャナ、レタスですね。リーフレタスの一種です。じゃあレタスと一緒に油の中植えたら防げるかなと思ってやってみたんですけど、とりあえず株とチシャナ、リーフレタスではこういう風になりました。で、これなんでかっていうとですね、
レタスの虫除け効果があると言われているのは青虫なんですよ。あのモンシロチョウとかの幼虫に対して、今回この小株をこんなにボロボロに食ってしまったのは、いましたいました。これ映るか分からんけど、映るかな、これ映ります？これね、大根サルハムシの幼虫ですね。成虫になると、まあ黒い5ミリくらいかなのコガネムシっていうかテントウムシみたいなやつがいるんですよ。これが幼虫にしても成虫にしてもアブラナ科の葉っぱを食べてしまいます。これね、9月から10月にかけてまだ気温が高い時期は主にこいつらが来ます、大根サルハムシ、違ったらごめんで、株だけじゃなくて大根もよく食われます。はい、でも特に株とか小松菜とか、あの柔らかい系のもので辛みが少ない葉っぱ系のものはよく食われてしまいます。ということで、食害する虫がまず違うんですよね。で、青虫が主にその活動活発なのはちょっと涼しくなってきてからだったと思います、うん、うちは、まあ、青虫だけどそこまで食われないんで あんまり気にしないんですけど、で、あとは、その野菜にアブラナ科とはいえつく虫が違う可能性があります。で、あっちの方に9月の上旬に種まきしたブロッコリーがあります。で、そっちの方も虫食いはあるんですけれど、まあ綺麗に育てるものも多いです。そっちは後でアップで見て何が食ってるかもちょっと観察してみようと思います。とりあえず大根サルハムシの食害根の特徴としては、このようにボロボロになります。なんかもう穴だらけ。はい、で、これを防ぐための方法としては種まきの時期を遅らせる。なので、私が推奨しているのが9月の中旬から10月の中旬に種をまくといいよっていうやつ。これちょっと9月の上旬でちょっと早いんですよ。で、大根に関しても9月の15日ぐらいに撒いたやつは多少虫に食われながらもなんとか成長していて、で、9月の下旬、10月の頭ぐらいに撒いたやつは今双葉が出て本葉が生え始めたところなんですけど、結構虫にほとんど食われずに綺麗に育ってます。はい、それもちょっと映しますね。一般的に言われているのはまずレタスとキャベツで、レタスの虫除け効果は青虫に対して有効だという説で、この時期によくアブラナ科の葉っぱを食べてしまうのは大根サルハムシなので、まあ、レタスでは防げなかったということがあります。じゃあこの後青虫が出てくるタイミングでレタスが本当に、青虫の抑制効果があるのかをチェックするために、キャベツも一応苗を育てようとしてたんですけど、ちょっとキャベツが、ね、枯れてしまって、で、そのキャベツが枯れた原因もやっぱ大根サルハムシに食われてるんですよ。で、そのキャベツの育苗も一緒にレタスの苗と一緒に育苗してるんだけど、まあレタスは育ってキャベツは食われました。はい、うん、だからとりあえずね、レタスはまず大根サルハムシへの忌避効果はないと思います。で、あっちに畑に直巻きして今ブロッコリーが生えてます。で、ブロッコリーは結構青虫がつきます。はい、ヨトウムシつかないんですよ。白菜とブロッコリーには青虫つきやすいんですけれど、ブロッコリーにはヨトウムシは寄ってこないので、それがちょうど調べられるかなと思います。なのでまだレタスの苗があるから、この後、まあといろいろ見せた後にブロッコリーを植え替えて、で、そこに一緒にレタスを植えて経過観察をしています。で、ブロッコリーだけを植えた方とブロッコリーとレタスを一緒に植えた方で経過観察をして差が出るのかっていうところで、私自身は先に自分の考え言っておくと、あんまりね、このコンパニオンプランツによる虫の忌避効果っていうのはそんなにね、ないんじゃないのかなと思ってます。あんまり関係ないかな。よっぽどうちみたいに特にいろんな草が生えてると、あんまりそれによる効果はないかなと思ってるんで、なので私わざわざコンパニオンプランツというように違うものを、まあ効果が出るぐらい近くに植えるということはあんまりしてないんですけど、まあ、それも含めて、ね、ちょっと実験してみようと思います。はい、まあ、いろいろ話しましたけど、ちょっとこの後とりあえずそのブロッコリーと大根の様子をお見せしてから、ブロッコリーを、ブロッコリーとレタスを一緒に植えるところを移していきます。ちなみに比較としてこっち側には株だけ植えるっていうところもあったんですけど、まあどっちも正直食われてますよ。これね、生えてるけど、まあ、めちゃめちゃアブラムシがね、大根サルハムシに食われてます。で、こういう風に枯れてます。で、ここまで来ちゃうともうね、あんまりよく育たないんですよ。なので片付けて巻き直ししていいぐらいです。で、この10月の初旬から中旬にかけて巻き直す、あるいは種まきをするメリットとしては、雑草の勢いも落ちてくるので、
除草が楽になるんですよ。まず、種まくときに一回表面をガリガリと削ってしまうと、それまで生えていた雑草がなくなるでしょ。で、その後雑草の生える勢いが弱いので、あんまり草が生えてきにくいんですよ。うん、なので、まあ、9月の中旬に早く目にまいてしまう、あれもっと言うなら8月にまいてしまって、もう虫に食われてボロボロになって、なんとか生きてるような状態だったら、もう、思い切って片付けてしまって、で、一緒に地表面の草を刈り取って、削り取って、綺麗にしたところに、新たに種をまき直す。っていうことが10月の初旬はおすすめです。はい。これが10月の下旬になってくるとちょっともう遅いのでね。ここは悩ましいところなんですけど。まあそういうことで、まあこの時期の巻き直しがおすすめな理由は、一つ、虫に食われにくくなるっていうのと、二つ目、雑草が生えにくくなってくるから。うん、もう一つ言っておくと、もう、今すでに虫に食われてボロボロのやつをそのまま延命措置するよりは、巻き直した方がうまくいく可能性が高くなるからです。はい、ここはブロッコリー、ルッコラで、で、奥にはからし菜が巻いてるところです。間には人参ね。で、これはね、いつだ、9月6日、種巻いた、直巻きしたやつですね。で、見ていくと、この辺分かりやすいかな。これ、こういう風に食われてるやつもあって、これ食ってるのは、あ、やっぱ大根サラムシだね。これ、ここ映る、ここ、親指のとこ。この黒い点が、これ大根サラムシの幼虫です。っていう風に食われちゃいるんだけど、やっぱ好き嫌いがあるみたいで、ブロッコリーはそこまで食われてないかな。まあでも結構食われてるやつあるな、こんな感じで、ブロッコリーね。うん。はい。はい、食われております。なので、今この食われてる犯人は大根サルハムシですね。あの、アオムシはね、見て当たらないんですよ。うん、なので、レタスの無臭効果が発揮されるアオムシちゃんはこれからの時期になってくるんで、今から一緒に植えてね、比較できたらいいんじゃないかなと思います。まあね、こういう風に食われるやつもあれば、全然食われずに、まあ食われてるけど元気に育ってるやつもあって、これが面白いところですね。あ、いました、いました。アオムシ、これ。でね、モンシロチョウのうち、アオムシちゃん。やっぱね、このアオムシが食う方が葉っぱががっつり食われるんだけど、でもこいつ食われながらも生きてってますね。で、このアオムシの話しておくと、アオムシは基本的に外側の葉っぱから食べるそうで、まあ、まだ苗がちっちゃいうちにやられちゃうと全部死んじゃうんです。枯れちゃうぐらい食われるんですけど、あえて大きくなってくると、外側しか食べないから、アオムシはね、何匹かいる方が、むしろ他の虫を寄せ付けなくなるっていう話なんかもあったりします。これ、レタスの苗ですね、持ってきました。で、ここ今、まだ草がね、上に覆いかぶさってね、これをどかして、ここに植え替えていきます。ブロッコリーレタス、ブロッコリーレタスです。向こうからブロッコリーだけ。レタス絡めておこうかな。どういう感じで植えようかな。とりあえず交互になるように植え込ようかな。ちょっと効果が出やすいように20センチ間隔で植えます。本当はね、30センチぐらい離した方がいいんですけれど、まあ、生育優先というより今回は、なるべく近くに植えることでね、効果が出るかどうかの実験なんで。で、20センチのところに、なんだ、ブロッコリー植えるんで、そこからさらに20センチ離して、またレタスを植えると。で、このレタスは、9月12日に種まきをしたシスコっていう極わせの結球型レタスです。ブロッコリーは反対側の畝から移植します。まあ、この辺りはね、間引きを兼ねて、隙間が空くように、で、ちょっと元気のやつ、あ、いるね、アオムシちゃんと。アオムシすでにいますね。はい。じゃあ、こういう風に取り出して植え替えていきます。で、この今取り出したやつをここに植え替えます。今くっついてるアオムシはとりあえずね、どかして、様子を見ますね。はい。こんな感じで植え替えていきます。こうやって植え替えて、あとは水やりはやっておきますね。で、これまあ見比べて分かったというか、だからもうすでにブロッコリーとかにはアオムシがついてますね。まあいわゆる私はハード系と呼んでいるブロッコリーとキャベツとか、ちょっと葉っぱはパリッとして硬いやつですね。こっちはもうアオムシがすでにいたということです。で、他の野菜だと、まあアオムシよりも大根サルハムシの方が被害が甚大だというところで。で、ここからはこのレタスがね、どれだけ効果を発揮してくれるかですね。はい。これ昨日植えておいたブロッコリーですね。で、これがレタス。20センチ間隔で植えてあります。で、さっき言ったと、最初にお話した通り、この葉っぱの裏とかにモンシロチョウってね、卵を見つけたりするんですよ。葉っぱの裏に卵がないかをチェックしておきます。なかったね。で、もうすでに食われちゃったやつがあります。で、これにはもうね、ついてないです。で、結構モンシロチョウって一つの株に対して、まあ、そんなたくさん卵を産まないんですよ。だいたい1匹アムシがいるかいないかぐらい。まあ、多くても2、3匹ぐらいなんですよね。苗がでかくなってきたら数匹いるっていうことあるんですけど、苗が小さいうちは多分ね、1匹ついてるかどうかっていうぐらいなので、
で、これすでに加えてたやつはもう外してあります。なのでここには新たに飛んできて産みつけるしかないという状態ですね。はい、ここの食べ方はサルハムシで、これもチェックしてみよう。で、葉っぱの裏に卵はあります。ないね。ちっちゃいね、黄色い卵みたいな黄色い粒がついたりするんですね。はい、このようにこうやってチェックしておいて観察します。 あとね、こういうね、黒ごまみたいな黒い粒があったら、これ青虫のうんちだったりします。こういうのがあったらいる可能性あるんで、よく探してください。ここ一でずっとブロッコリーね、種ばらまいて踏みつけて終わりっていう、いつもの踏みつけ種まきやったんです。やった後で、今ね、種まいてから1ヶ月でこれぐらい育ってます。ほんで、まあ、粉をほっといてもいいっちゃいいんだけど、さすがに密集しすぎなので間引きをします。で、間引いてもったいないから植え替えたりもしてるんですけど、まあ、このままだとちょっと育ちが悪くなっちゃったりするんで、このタイミングで虫食いがひどいようなやつをつまんで捨てたりします。あとはこのかき分けていくと、全然育ってなくてちっちゃいやつもあるんですよ。初期に虫に食われちゃったり、あるいは成長が遅かった株、個体差とかでね、そういうのがあるんで、そういうのを取って風通し日当たりよくしてあげて残していくと。で、こうやって徐々に減らしていって、まあ、30センチ間隔で一株残ればいいかなって感じですね。いたいた、これ青虫ですね。で、まあ、見つけたらついだから捕殺っていうか、もうつまんでポイッとやっておく、まあ、カエルさんが食べてくれるでしょ、青虫さんは。こんな感じで売ってます。はい、だからすでにね、卵を産みつけられて、で、そこから帰った青虫たちが活動はすでに始めてるんですよね。うん、でもまだこれからも、まだ、モンシロチョウ飛んできて卵を産んだりするんで、それを避けることができるかの経過観察実験ですね。ここからこっちは、レタス植えてないので、比較でいきます。まあ、この、こっち側にはレタスと一緒に植えてますからね。で、これだけでちょっと寂しいので、もうちょっと大きくなったリーフレタスなんか植えておこうと思います。なんか分かりやすい結果出ると面白いんですけどね。まあ、それにしてもやっぱね、これね、めんどくさいもう私このやり方に慣れちゃってるから、もう種バーって撒いて、で、虫食いがあるやつを間引いてほっとくっていうやり方をしてるんで、圧倒的に楽なんですよ、たくさんやる場合は。うん、狭い範囲ちょっとやるだけだったら苗作ってこういう風に丁寧にやってもいいと思うんですけど、広い面積やろうと思うとね、とてもじゃないけど一人でやるもんじゃないから嫌になっちゃうんですよねはい、まあまあそんなこんなでね、いろいろやってみてね、皆さんお役に立てる情報ができればいいかなと思っております。10月の20日です。移植した、ブロッコリーとレタスの混食の比較ですね。で、これ見ていくとね、まあ、レタスと一緒に入れたところでまだ青虫ついてるやつもいました。そういうのは取ったんですけど、で、さっき見つけたのがですね、ブロッコリーにどうやらタバコガっぽいのがいるんですよ。これタバコガじゃないのかなと思ってね、これと思います。で、一応コンパニオンプランツの話だと、タバコガはブロッコリー油中を嫌がるんで、レタスを食べるタバコガのだって忌避効果があると言われてるんですけど、これね、ブロッコリーを食べてたら、そもそも忌避効果どころか、ブロッコリー、タバコが食うんだったら、この組み合わせ全く意味ないじゃんっていう話になっちゃうんですよ。ね。これ見たとちょっとびっくりしたよ。これ。ちょっと僕もそこまで虫詳しくないんでね、よかったら画面見て判断していただけるといいんですけど、おそらくタバコがなんだよね、これが。で、こいつが今、ブロッコリーについてましたと。で、こっちには特に虫がついてないんだけど、まあ、レタスはね、こういうふうに隙間をしっかり開けてあげれば、そんなに虫には食われないです、うちの畑の場合ね。先日、紹介した動画の中であるようにね、まあ、ずらーっと密集させると、そのタバコガとかに食われやすくなる。で、あん中に、やっぱね、粉がだったんじゃないのかなと思うんですよ。ってなってくると、よく言われてるコンパニオンプランツの組み合わせの、レタスにつくのがタバコガとかで、で、それに対して油中につく、まあ、青虫とか、粉が、に対しての危機作用があるっていうものも、なんかね、全然意味がなくなってくる。で、今、取った通り、ブロッコリーにタバコガ、こいつがね、タバコガだったとしたら、ついてたら、レタスに対しての虫除効果もないっていうことになっちゃうんですよ。はい。だからね、コンパニオンプランツって何なんだろうなっていう気持ちになってきますよ。誰が言い始めて本当に効果あるのかなっていう感じですね、実際にやってみると。はい、本に書かれてることでも実際にやってみるとその通りにならないっていうことは、まあ、しばしば起きるとは思うんで、うん、
そういうところをね、いろいろ観察して、なんか他の要因があるのかもしれないけどね。はい。という途中経過です。まあ、これもね、もう少し植え替えたりして、観察していきます。とりあえず、この子にはね、個体室で買おう。で、植え替えた隣の、もともとばらまいて生えてる方がね、元気育ってます。やっぱ根が、植え替えの時に一回根が切れてね、そこから再生始めてね、どうしても植え替えた方は、成長が遅いです。再生し始めて、ようやく成長再開したところなんでね。こんな感じで。まあまあ、いい感じで育ってますよ。苗としてもいいんじゃないかな、これ。立派だね。太くなってるよ。9月の6日に種まきしたブロッコリーです。時間まきしたやつね。中にはこういう風に食われてるやつもあるし、で、食った虫が見当たらないけど、何の虫が食ってんだろうな、こいつは。うん。ちょっとね、青虫はね、見当たらないです。コナガの幼虫なんかもね。食べてる本人が見当たらない場合は、ヨトウムシの可能性もあるんだけど、あ、いたいた。これ青虫だね。これはモンシロチョウの幼虫の青虫です。大してね、食わないんだよね、モンシロチョウの幼虫って。そんなに甚大な被害が出ない。やっぱ、甚大な被害が出るのは、ヨトウムシとかですね。あとは、ちっちゃい時に、サルハムシ、大根サルハムシにやったら食われたら、すると、全滅します。はい、ブロッコリーの途中経過、まったところです。まあ、なので、虫に食われても、生き残るぐらい、ちょっと多めに撒いてあげると、いいんじゃないかなと思ってね、こういうやり方をしますね。はい。あ、そうそう。で、コンパニオンプランツじゃない方、こっちはね、レタスと一緒に植えずに植え替えたやつですね。まあ、こっちは虫食いがあるけれど、別に元気に育っちゃいますよ。はい。まあ、食われてるのもある。で、今のところ大きな差は見られないって感じかな。レタスと一緒に植えても食われるし、単品で植えても食われてる。これは青虫かな。青虫かと思います。小長でもないね、この感じは。小長はなんかツヤツヤしてるんですね。青虫はこの毛がある。特にね、今見つけたやつはピッてやったけど、基本的にテルトール捕殺もせずにほったらかしでこんな状態です。はい。うん。あ、いるな。いたいた。ここに。する。これ。これはなんだろうな。これ青虫かな、小長かな。ちょっとこれだけの、こんだけちっちゃいと私には区別がつかないです。はい。はい、そんな状態。引き続き観察していきます。